フシクチズナ、モモクチズナ、またはメロストマツナは、ハサミ角類に属する節足動物の分類群の一つ。フシクチ類、モモクチ類と総称され、カブトガニ類とウミサソリ類を含むグループを形成している。原生では4種のカブトガニ類のみを含む群であるが、化石は300種を超えるほど多く知られる。特に古生代の地層から多くの化石が見つかっており、 確実で、基地最古のものは少なくとも、約4億8000万年前のオルドビス基早期まで、遡れる。学名、メリストモタはギリシャ語の、メロスと、ストーマーの合成である。これは、本軍において、足の基部が、後期に特化し、口がその間に移することにちなんでいる。1852年、メリストモタは、ジェームズ・デーナによって創設され、当時は、 カブトガニ類のみを含む分類群であった。1866年、ヘンリー・ウッドワードは、この分類群に、ウミサソリ類を追加して以降、フシクチ類は、カブトガニ類とウミサソリ類を含んだ、分類群として広く流用されていた。しかし、ウミサソリ類が後に、多くの研究に、カブトガニ類よりもクモ型類に禁煙とされるように、いたり、この分類群に対しては、 雲型類を除いた側系統群とし、もしくは海サソリ類をフシクチ類から除外し、フシクチ類をカブトガニ類ゼフィスラのシノニムとみなし、この分類群は破棄すべき、などの見解が与えられる。なお、この分類群の単系統制を支持する研究結果も、わずかにあり、便宜上の総称として採用する文献もある。本項目では、 カブトガニ類とウミサソリ類などを含むフシクチ類、いわゆるメリストモタセンスウッドワード1866について扱う。ウミサソリ類の構造数センチメートルしか及ばない小型種もあるが、フシクチ類は大型の節足動物を中心とするグループである。原生のカブトガニ類だけでも最大数十センチメートル。 化石群まで範囲を広げると、海サソリ類は1メートル前後の種類がほとんどで、2.5メートル以上と推測され、発見史上最大の節足動物として知られるものも、ある。体は前、体と後体の二部に分かれ、付属種は全て体の覆面に備わる。他のハサミ角類との主な相違点は、主に能動的な外反、顎元のある足。 発達した肺高を持つことが挙げられる。サソリとカブトガニ類の前体付属子の比較図前体は、先節と第1から6体節の融合でできている合体節で、背面が広がった肺高に覆われる。通常、肺高の背面には、それぞれ1体の副眼である側眼と単眼である中目を持つ。体節数に応じて、前体には6体の付属子を持つ。 最初の一体はハサミ角であり、三節の中で先端二節はハサミを構成し、通常では小さく目立たない。次の五体は足であり、最初のものはフレシだが、他の足との形態上の区別はほぼない。これらの足はカブトガニ類ではほぼ同型だが、ウミサソリ類では盤面によって形が分化した例が多く見られる。足は基部が 小中線で接しており、それぞれ基部の施設は、後期の役目をするように顎元を持つものが多い。足は通常では、内詞のみを持つ単枝型だが、はっきりとした外詞を持つに下型のものもある。目立てない上唇に覆われる口はハサミ角とフレシの間に位置するが、カブトガニ類の場合では後ろ向きにずらし、口が足の間にあるように見える。足の間には、 エンドストマという、雲蛛型類の前体の腹板に騒動と思われる、目立たない外骨格がある。ウミサソリ類の生殖郊外と微節五体は、第七体節をはじめとして9から13節によって構成され、原生種を含んだカブトガニア目では、大節がすべて融合しているが、それ以外の化石種では、大節が明瞭に分節される例が多い。 あと体はさらに付属子の有無もしくは単に外見上の発達具合に基づいて前後で幅広い中体と幅狭い終わり体で区別される場合もある。あと体全7節の覆面に付属子はあるが最初のもの以外では板状の外反でありその多くが呼吸器であるショエラを持つ外反の中で最初の1体は生殖郊外といいカブトガニ類の場合では 単に一体の生殖口を持つ構造体だが、ウミサソリ類とチャズマタスペリダ類の場合ではその中央に特化した生殖子を持つ。あと体第一節は対化的で背面の外骨格外見上から観察できない場合が多くあったとしても幅狭く目立てない。その付属詞は多くの場合では単純な短い構造体であり、 前体の一部として機能する傾向が強い。ウェインベルギナは、例外的に、この大切に前体のと、ほぼ一致な足を持つとされる。これらの性質に基づいて、この大切を後体ではなく、前体の一部と扱うべきではないかという見解も、ある。後体の最後尾につなぐ微説は発達しており、通常は、トゲ状だが、海サソリ類では、ヘラ状となる群もある。 不死口類は水生動物であり、原生のカブトガニ類は海生に限られるが、化石群まで範囲を広げると、カブトガニ類とウミサソリ類の両方とも海生と淡水性の種類を含んでいる。捕食者とされる種類が多い。一般に足で水の底を這い回る動物であるが、あと体の外反もしくは特化した。 遊泳客で遊泳を行うものもあり、海サソリ類に至っては同時に、陸上で活動できたと考えられる種類もある。様々なクモ型類、ハサミ角類という分類群が、まだ提唱されない20世紀以前では、不築地類は、甲角類扱いされた。後にクモ型類に対応する体制を持つことが分かり、1901年以降では、クモ型類や海モ類とともにハサミ角類として、 まとめられるようになった。ハサミ角類の初期系統発生と基本体制への交差において、不死口類は特に注目されるグループである。本群のハサミ角類からは、複眼、特殊化していない、フレシ、発達した後体付属子と、ショエラ、にサ型付属子など、一しく特化した、海雲類と派生的な雲蛛型類には見当たらない。 ハサミ角類の祖先形質と思われる特徴が少なからずに出揃っている。従来、フシク口類はクモガ型類と共に新ハサミ角類を構成する二つの綱とされてきたが、この分類体系は単に海星と陸星の新ハサミ角類を便宜的に分けているだけで、系統関係に基づいていないことが指摘される。ほぼすべての系統解析においても、海サソリ類は、 カブトガニ類よりもクモ型類に近縁とされる。すなわちウミサソリ類とクモ型類は単形統群を構成し、フシクチ類はクモ型類に至る、側形統群となる。なお、少数であるものの、フシクチ類の単形統制を支持する見解もある。かつては、ハサミ角類と考えられた光立て類・光立て類は、かつてハサミ角類であると考えられ、20世紀中期まででは、 この類に分類された。しかし後の再検討により、光立て類は、ハサミ角類の付属子構性を欠いている、別系統の節足動物であると判明し、20世紀後期では三葉虫類と、共に、アルテオパダ類に再分類されるようになった。様々なカブトガニ類カブトガニ類、または、ケンビ類は、原生は三属四種のみが生存し、化石は、 オルドビスキまで遡り、80種以上が認められるグループである。海サソリ類に比べて体は比較的にコンパクトな形をとる。全体は足の先端まで折ったドーム状の廃校であり、足の先端がハサミになっているものが多い。6体の外反のうち最初の1体は単なる生殖口外で、55体はショエラを持つ。化石種は 比較的に多様化して数センチメートルの小型種も多いが、原生種はいずれも数十センチメートルの大型で、外見、生態とも大まかに共通している。競技のカブトガニ類は、あと体第一節の背面は、外見上から観察できず、その付属詞は小さな、唇様ましであることを、共有形質とする。競技のカブトガニ類は、 ハラフシカブトガニ類をも含め、その中でも、第七大説の付属詞は、フワシであるという、他のンハサミカク類に発見例のない特徴を持った、ウェインベルギナがある。カブトガニア目の場合、あと体の大説はすべて融合し、ソーリシートロンという合体説となる。名前の通り、長く伸びていた、オケンと呼ばれる剣状の微説を持つ。従来は単形統群とされ、 カブトガニアモクとハラフシカブトガニアモクの二群に再分された。しかしラムズデルの再検討がなされる以降、ハラフシカブトガニ類は、系統範囲の雑多な側系統群とみなされるようになった。これにより、従来及び、講義のカブトガニ類は、海サソリ類やクモ型類などを除いた側系統群で、競技のカブトガニ類は、ハラフシカブトガニ類を除き、 カブトガニアモクといくつかの属の実を含んだ単形統群とされるようになった。原生種はすべてカブトガニ科のものであり、東アジアによるカブトガニ、南アジアと南東アジアによる南カブトガニと丸尾カブトガニ、および北アメリカによるアメリカカブトガニの計4種が知られる。中でアメリカカブトガニは特に研究が進んでいる。 外反を用いて泳ぐことができ、雑食性で、二枚貝、巻貝、多毛類、甲殻類などの小動物や、腐肉と海藻をも餌とする。様々な海リ類、海リ類、または、甲翼類は、およそ250種が認められ、1メートル前後の大型種を中心とし、基地最大級の節足動物をも含んだ絶滅したグループである。 カブトガニ類に比べて、体は細長く、流線型の形をとる。全体は幅広いが、カブトガニ類ほどには極端でない。ハサミ角や足が、特殊化した例が存在し、特に、海サソリアクは、ヘラ状の遊泳足へ特化した第五脚を持つ。あと体は発達しており、13節のうち、下相番を持つ、第一節のセイタは観察できず。 背面は12節に見える。6体の外反は、カブトガニ類のと同じくあと5体が、ショエラを持つが、体の腹側とエラ質を構成し、最初の2体は融合して、棒状の生殖子を持つ。あと体はさらに前後で中体と周体に区別できる場合がある。トゲ状内臭ヘラ状の微節を持つ。海中よび淡水域に生息し、オルドビスキから、 ペルムキまで生息した。化石から、海中からだんだんと淡水へと生息域を広めて、いったことがわかる。古くは、カブトガニ類、もしくはクモ型類のサソリのみに禁煙とされてきたが、後にクモ型類と、姉妹群を構成する、系統関係の方が広く認められる。様々なチャズマタスペディダルビチャズマタスペディダルは、少なくとも、オルドビスキから、 デボン期にかけて生息し、2019年現在では10、数種の実が知られる希少なグループである。ほとんどの種類は3センチメートルを超えない小型で、全面的特徴は、海サソリ類に似通っているが、後体の大切文化は明らかに異なる。ハサミ角の詳細は不明で、残りの前タイ付属詞も往々にして保存されていないが、知られるものからでは、不脚型で、 ネジ虫の場合は少なくとも一体がハサミ型の先端を持ち、ディプロアスペディデーかの場合は、後ろ足がヘラ状の遊泳脚となる種が確認される。あと体は13節からなり、そのうち第1節のセイタは消失しないもののごく幅狭い。あと体は全4節の全腹部と、あと9節の後腹部という、他のハサミ角類に見当たらない独特な文化様式を、 持つ。ネジムシの場合、全腹部の大切は、カブトガニ類の後体のように融合している。後体の腹側は3体の外反と、ウミサソリ類と同様に、仮想板と生殖子を持つ。なお、この類は6体の外反を持ったことを示唆する、カンブリア機のネジムシらしい生根化石もある。トゲ状内種ヘラ状の微節を持つ。このような形質にあることから、 古くは、カブトガニ類やウミサソリ類とご同定される種類も、いくつか挙げられる。チャズマタスペディダ類の系統的位置は、多くの議論がなされ、様々な系統仮説が提唱された。しかし2010年代以降では、チャズマタスペディダ類の単系統性は広く認められ、ウミサソリ類、クモ型類とともに単系統群になる説も、有力視されつつある。 オファコルスとディバステリウムの付属詞構造以下の種類は、場合によっては便宜的に抗議のカブトガニ類にも含まれるが、系統的には基盤的な新ハサミ角類とみなされるものである。カブトガニ類と海サソリ類の場合、少なくとも第1から4脚は完全に外詞を欠けているが、これらの種類は、前体の第一からだの第1から4脚はよく発達した、不脚上の外詞を有しており、 これは基盤的なハサミ角類から受け継いだ祖先形質と考えられる。ありがとうございます。